レビット2019土木技術者のためのレビット入門第5章道路作成ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで動画で解説をしていますお問い合わせは LINE でお願いします道路の作成ですこちらは2019までのインフラワークスの画面となります2020からは画面が変わるのでお気をつけください道路の作成計画成功道路 設計、コンンポーネント道路とします。名前を付け PL に基づいてにしマウスでこのような道路を作成しましょうマウスの右クリックで描画を終了しますのでしばらく待つとこういう風に道路ができます変化点にマウスを重ね右クリックジオメトリーを変換緩和曲線曲線緩和曲線で形状の確認をしましょう 道路勾配の確認のために横断ビューを表示しましょう。道路を選択し右クリックをして縦断ビューを表示すると画面上に縦断ビューが表示されます。橋梁を追加します。作成した道路を選択し右クリックを押し構造物と追加橋としていただきます。橋の視点と終点をマウスでクリックするとコンプセットのエンジニアビューで 橋梁ができ、橋梁の形状もこのように変更することができます。また、描画スタイルを変え、このように欄間があるという端に変えることもできますし、形を変更し、グレーディングの値を変えることもできます。LINE アットのご登録がまだな方はこちらからご登録ください。登録特典その1、登録特典その2、登録方法は LINE でこちらを検索してください。 いかかがでしたでししたょうかインフラワークスを使うことにより簡単に橋や道路を作ることができます当然トンネルだったり他のものも作れるのですがどのようなものにしたいかというのをまたいろいろ作っていっていただければと思います。スノータ